こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはバルナックライカ用の、リーズナブルな標準レンズですね、ズミタールの 50mm 人動タイプになっております。はい、ご覧の通りですね、ズミタールですね、ズミタールの 50mm F 値が2、シリアルが704763ですので、1949年ですね、のドイツ製ズミタール 50mm ということになりますね。はい、はい、じゃあ外観から見ていきますね。外観はご覧の通りですね、目立つようなすれ、当たり、へこみ、歪みのようなものもなく綺麗な状態ですね。はい、ご覧の通りです。はい、フロントも綺麗ですね、落下して歪んだりとかガタがあったりもしませんね。はい、マウント部も綺麗です。スクリューマウント、ねじ込み式のこうご覧の通りのマウントですけれども、LM アダプターをご使用いただければですね、ライカ M3 とかですね、ライカ M8、M9 のようなですね、デジタルカメラにも現役でご使用いただけるマウントになってますね。はい。で、レンズですけれども、ご覧のようにブルーのコーティングがかかってますね。はい。戦後タイプのレンズですね。で、絞りもこの丸いタイプですね。ズミタールには六角形の絞りと丸い絞りがあるんですけれども、こちらは丸絞りと呼ばれる円形の絞りになってます。はい、前玉、後ろ玉、玉ともに綺麗な状態ですね。はい、中玉にも曇りとかカビとかないですね。ライトに透かして前玉にやや薄い吹きすれが見える程度ですかね。オールドレンズとしては、いい状態ですね。曇り、カビ、バルサムありませんし、ゴミ釣りの混入もですね、最小限ですね。はい、もしですね、レンズの清掃、整備、グリスアップなどをご希望いただける場合はですね、オプションからお選びいただければと思いますね。はい、ピントリングも滑らかに動作してますね。はい、いっぱいまで動作してまして、グリス切れのスカスカ感や固着して硬くなったりとかですね、動きムラがあったりもしませんね。はい、無限録もきっちりと効いてますね。絞りももちろん滑らかに動作してます。はい、振動もこう滑らかに軽く動作してまして、ロックもしっかりしてますね。ということで、外観、広角、内部の、機構ともに問題のないズミタールですけれども、付属品がゴリアキャップ、フロントキャップとになってますね。はい、はい、ということで、ライカの標準バルナック用のレンズの中でもリーズナブルで、人気のありますズミタールの 50mm人動タイプになっております。非常にいい状態のレンズですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。